エドモンド・フィッツ・ジェラルドとは、1958年6月8日に製造されたアメリカの貨物船である。当時最大の貨物船であった。1975年11月10日、強風、雪の中スペリオル湖を航行中に突然行方がわからなくなり、その後固定で2つに割れた状態で沈んでいるのを発見された。五代古史上最悪の事故として、その名を語り継がれている。 ノースウェスターン・ミューチュアル・ライフ・インシュアランス・カンパニーによって計画された。この船は、1957年2月1日に、船体番号301として竣工。1958年9月の諸女公開を経て、五代湖の貨物運用に着いた。竣工式の時に造船所の黄色ブロックがうまく、外れず、そのまま三橋に勢いよく激突するトラブルがあった。 1975年11月9日、強風警報が出ていたにもかかわらず、エドモンド・フィッツ・ジェラルド号は26,116トンのタコナイトを積載して、ウィスコシン州スペリオルを出港し、ミシガン州デトロイトへ向かった。10日未明、強風がさらにひどくなり、航路をスペリオル湖北岸沿いに変更し、エドモンド・フィッツ・ジェラルド号の後を続いていたアンダーソン号にも、 そのように告げた。波の高さは3メートルを超え、強風がさらにひどくなり、雪が降り始めた。約16マイル離れていたアンダーソン号からエドモンド・フィッツ・ジェラルド号は見えなくなった。その後アンダーソン号にエドモンド・フィッツ・ジェラルド号から連絡が入り、船の上部等が損傷し、2台のポンプを使って水を汲み出していることを告げた。午後4時30分。 エドモンド・フィッツ・ジェラルド号はレーダーを失い、目的地のホワイト・フィッシュ・ポイントの位置を確認できなくなった。午後6時には波が7メートルを超える高さになっていた。午後7時10分、アンダーソン号はエドモンド・フィッツ・ジェラルド号の約9マイル先に船があることを告げた。その後、エドモンド・フィッツ・ジェラルド号との通信が途絶え、エドモンド・フィッツ・ジェラルド号は雪の中、アンダーソン号の視野から消えた。 アンダーソン号は、捜索に出たが、空の救命ボートのみが見つかった。生存者も見つからず、その後、全員が死亡したということになった。11月14日、ホワイトフィッシュポイントから約17マイルの地点において、エドモンド・フィッツ・ジェラルド号は沈没した状態で、発見された。その船体は、ねじれ、2つに割れていた。乗組員の遺体も一部がここで見つかったが、 遺体は引き上げられず、今も固定に安置されている。五大湖での大きな海難事故は、1913年11月には、計1 8隻の貨物船が沈没し254名死亡。1940年11月11日から13日に、かけて3隻が沈没し18名死亡。1958年11月18日には、ミシガン湖で、 カールディ・ブラッドリー号が沈没し33名が死亡。1966年11月29日にはダニエル・ジェモーレル号が沈没し28名が死亡した。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。エドモンド・フィッツ・ジェラルド沈没事故に関するカテゴリありがとうございます。